どうもラビット&ベアースタジオズ代表の村山義隆とキャラクターイラストを担当しております川野純子です。どうぞよろしくお願いします。僕らは今百英雄伝という新たなる RPG タイトルの制作を鋭意進めております。皆さんいつも応援ありがとうございま す。そして今回は百英雄伝へつながる物語コンパニオンゲームの百英雄伝ライジングの紹介をしたいと思います。こちらのゲームも XBOX ゲームパスで発売日から遊ぶことができます。そういえばライジングって言ったらこの間発表された時に本編のおまけじゃないですけどほんのちょっとだけ追加されただけのシーンでものすごい反響があって私たちもちょっとあすごいこれはすごいことになるってちょっとびっくりしたんですよ。はいはい、そして今回の百英雄伝ライジング制作の方は僕らが、非常に信用しているゲームスタジオ、夏目あたりが担当しそしてそのストーリーも僕が古くからよく知り、非常に信用している、里見忠がシナリオを担当いたします。では、里見に、プレイ動画を見ながら、解説をしてもらいたいと思います。百英雄伝を楽しみにしている皆さん、はじめまして、もう知っているという皆さん、ご無沙汰しています。百英雄伝ライジングのシナリオを担当させていただきました、里見です。それでは、今回初公開となります、百英雄伝ライジングの開発中映像を見ていきましょう。百英雄伝ライジングは、百英雄伝本編の前日譚となる、町づくりと宝探しをテーマとした横スクロール型のアクションロールプレイングゲームです。舞台は百英雄伝本編の世界の辺境にあるニューレバーという町、鉱石の採掘で細々と収入を得る寂れた田舎町だったのですが、数ヶ月前に起きた地震で町の地下に古代の遺跡が発見されます。それを皮切りに一攫千金を夢見る冒険者や商人たちが世界中から集まってきて、にわかにお宝ラッシュに活気づくようになりました。百英雄伝の世界ではプライマリーレンズと魔導レンズという魔法の源になる遺物と古代遺跡が世界観とストーリーの木になっています。そのレンズが見つかるということで誰も彼もが血眼になっているんですが、実はこの町の地下に遺跡があるのにはある秘密が…てんてんてんということで、百英雄伝本編でも重要な役割を担う古代遺跡と魔導レンズをめぐる地、バキ、ニコードル冒険がライジングのストーリーの腰になっています。百英雄伝本編にも登場する主人公たちは遺跡でお宝を見つける傍ら、地震で被害を受け財政難に苦しむ町の復興にも尽力していきます。その過程で遺跡の発掘に反対する人々と冒険者たちの圧力を解決したり、お互いが宝を追い求める理由を知り関係を深めていきます。そしてそんな宝探しの冒険の裏では、やがて世界を揺るがすことになる陰謀の影がちらほらと…てんてんてん。というわけで、百英雄伝本編につながる情報が散りばめられた百英雄伝ライジングをお楽しみいただければ幸いです。さとみどうもありがとう。そして夏目あたりには、今後の制作も非常に期待しております。よろしくお願いします。そして皆さんには百英雄伝、そして百英雄伝ライジングともにこれからの情報をぜひご期待ください。どうぞよろしくお願いします。ではではまた。ではでは。